はい、それではヴィセラクリーンアップディティール実況続きやっていきたいと思います。最後のエリア、ここをきれいにすればあとは、細かい片付けだけっていう感じになってると思います。これ胴体入るかな。いきなり処理が重たいけどこの足の部分は結構入れやすいんですよね。こうなんかね、引っ掛けとけばなんかうまくいくんですけど、引っかかるか、中に入れるかな、入らないか。まあせっかく、まあここが最後ですからね。いやー、こんなことしてる間にもうお金がどんどん、お金スコアがどんどんえらいことになってますけど、あとはちょっと細かいゴミも結構散乱してるので、この中にゴミ箱にどんどん入れていきたいとは思っています。よいしょ。これが一番厄介なんですよね。これ擦っちゃうと血が出てくるので。ここの部屋結構いっぱいあるな。あとは機械だけか。いやー、そんなこともない。死体がっつりある。で、バケツもある程度持ってこなきゃいけないので、これ中なんか入ってるのか。あ、入ってるな。ちょっとこか。よいしょ。で、そうですね。あ、手とかもあるし。あとメカですね。このメカ類。メカ類もちょっとできれば乗せたいけど、うわー、カクカクしてる。無理か、無理だな。なんかこんなこと、うわー、何これ、箱から飛び出てきてるけど、気持ち悪いのが。大丈夫、落ちてないか。あ、落ちてる。よくない。よ、出てきてる、出てきてる。ポロリしちゃってるから、これ本当に。よし、あと、そうですね、ちょっとこのメカ類とちょっと細々した臓器をきれいにします。6500点、シビアだな。残り5000点を切ったところで、一応、あ、なんてこった。一応、ゴミは片付いたので拭いていきたいと思います。いやー、でもこれはなかなかに汚れてる感じがしますね。まずこの廊下から片付けたい。ここちょっと水取りに戻ったりするので、ここをきれいにしたい。あ、でもどっちが近いかな。でもどっちも同じぐらいの距離か。こっち側からきれいにしていってもいいんだけど、これモップが3吹きでダメになるパターンの汚れ方だ。まずいぞ、この汚れ方は。かなり頑固な汚れになってますね。これもうダメか。早い。一杯がこんなことでもうダメになってしまった。またバケツ掴んで持ってこないとダメですね、これは。ちょっとバケツ移動させよう。こっち側に来てもらって。よっと。よし、この手とモップの切り替えもなかなか上手になってきました。ここに来てですけどね。マジ？やべ、通路も綺麗にならないかも。ここに置いてしまったから。よっと、ちょっとこっちに移動させて、ここすらも綺麗にならない可能性が出てきましたね、これ。ここ歩く、うわー、しまった。汚れを増やしてしまうという、歩くポイントだけでもちょっと綺麗になってくれたらいいなーなんて思ってるんですけど、無理だな、これ多分汚れた。あ、限界だ、ギリギリダメ。よいしょ、ちょっと持ってきましょう。あれ？これこんな汚れたっけ？あれ？なんだ？なんか汚れが増えてる。あれ、汚したかな？いや、汚してないと思うんですけど、これバケツの量かなりいりますね。これワンセットここに作ってるんですけど、そんなレベルじゃなくってもっといる感じがします。え、廊下なんで汚れてんだろう、これ。謎の汚れが発生してる。か、カビかな？カビだったらちょっと自然に発生してもおかしくないかもと思ったりもするんですけど、いや、そんなシステムはなかったはずだ、きっと。よっと。なかなかちょっとこのバケツをこうまとめていくのもここに来て上手くなってるような気がします。よ、よし、持っていこう。3つならこれ走っても大丈夫。安定してますね。よしよし。これどうしよう。いや、拭くしかないですよね。しかもこれ、結構、きつめの汚れがついてる気がする。
何があった？あ、でもバケツこぼしたかな。あ、なんかこぼしたような記憶があるようなないようなっていう感じはしてます。あ、でもそんなに大丈夫だった。あ、全部下ろさなくてもよかったな。なんてこった。じゃあここをちょっと綺麗にします。よいしょ。この階段部分をなんか非効率なんだって非効率的な動きをしてるような気がするけど、頑張れ頑張れバケツ。もう、うおっっ異次元合体した。何そのフュージョン。なんでそんな合体しちゃったんだろう。わかんねえ。そう、あんまりあのなんていうかいいことないですね。バケツを重ねたり重ねなかったりするのはこうリスクを増やすばっかりです。本当によよっと。うん、でもここは綺麗になる、ギリなる、ギリ持つか、持たない。思った以上に汚れてんな。まずいぞこれは。本当にバケツ4セットぐらいいるような気がする。こぼさなければ3セットでいいかもしれないけどこぼしちゃうからな。残りは2300点しかありませんけれども、だんだんと綺麗になってきました。この通路綺麗にしてればちょっとゴミを捨てたりするのが気軽にできるかなと思ってます。でもちょっとバケツが足らなかったかなというここがまだ綺麗な水か。あーしまった、なんてこと。ちょっとこれがまだ綺麗な水で残ってるので、これ使って多分ここは綺麗になりきらないだろうけど、なるかな、なるかも。ギリギリどうにかなる可能性がある。あ、一応綺麗になったってことにしといていいかな。あ、しとこしとこ、そうしとこ。よしで、バケツ重ねて2つぐらいなら縦に入ってくれるからいいですね。今のゴミ箱の中でばらまきましたよねそれがちょっと不安っていう。で、汚れて水はできればもうさっさと入れておきたいっていうのが本当のところですね。これ縦に入るかな。入る？あ、入る入る入る。ちゃんと慎重に入れれば縦に入ります今のは完全に入り口側に向かってばらまきやがったな今なんてこった。よっ、よし大丈夫。今のは中でばらまいてると思います。で、こっち側もほとんどというか少しは綺麗になりつつあるんですけど、いやーもうこれ備品交換してとか、この玉の跡とか消してとかってやってたら絶対にポイント残らないな。どっかちょっと省いてここ許してもらおうでポイント持っとこうかな何言ってるか分かんないですけど、あ、でもマイナスがあるかどうかっていうのもちょっと疑問ではありますね。もしマイナスがあるなら、ま、別に0点なってもいいかも。単純に、なんていうか、もう0点は、ずっと0点っていうのが嫌で、なんて言ったらいいんですかね。なんかちょっと言ってること分かんないですよね、今の。例えば3時間50分の時点で0点になるんだったら、まあ、7時間やっても0点だったらちょっと悲しいですよね。同じ0点の評価っていうのは、ちょっと辛いところがあります。だからマイナスでもし出てくるんだったら、もう少しゆっくりやってもいいけど、どうだろうな、出てこなさそうな感じがするけれど、よっと。まあ、そんなことを話してたら、汚れはほとんど落ちましたね。よし。いや、ほんとほんと。ちゃんと綺麗になってる。汚れは全部落ちたと思います。あとは台座にちょっと、えいえい、この玉も持って帰らなきゃ。持って帰るっていや、ちゃんとねゴミ箱っていうかバケツの中に入れておかないと、まあ、こういう時は簡易ゴミ箱のバケツをちゃんと使っていくといいかもしれませんね。よいしょ、よっと。あとはこれかな。よし、綺麗、あ、何綺麗になった。あ、このバケツ使えば焼却炉の前も綺麗にできるかも。余ってますもんね。よっと。あ、壁が汚れてる。よっ、汚ね壁汚ね。
で、さっきばらまいた水。あ、いいいい。いい感じ、いい感じ。もう、なんか終わりが本当に見えてきた感じがします。よしよしよし。1300点。いや、でも備品もやらないといけないからな。それが難しいというか、時間かかる気がします。こう、医療用のね、キットを入れたり。こっち汚れてないんですよね、全然。今回ランタン全然使わなかったな。汚れ、あ、ここにちょっとありますね。こういうのを見ていけば、もう終わりだと思います。よし、血の汚れは本当にもうない。ほぼない。作らなければないはず。ここでバケツこぼすとか、そういうことがなければ。あ、なんかついてる。よっ。だから今あるバケツで終わりかな？出すバケツ。よし。あ、でもなんかガトリング周りがちょっと汚れてたりしてたな。なんかガトリング取った根元のところが汚れてたりしてましたよね。よっ。よーし、綺麗になった。で、綺麗になった時点で、大丈夫か、それ。1035点。これ、パフォーマンス見てみようかな、今。これ、いくらぐらい、もらえてんだろう。よっ。どうだ？あ、パフォーマンス 70%。マジ？まだ、汚いとかって言われてる。働こう。キープワーキング。今ので終わっちゃったら、びっくりしますもんね。70% か。シビアだな。足跡とか全部消してないからでしょうね、多分ね。あ、っていうか、汚れがまだ残ってるからでしょうね、多分。まだまだ 70% しか、ダメだって言われてます。このロボットとかどうしよう。立ったままなのは立ったまま。これ、触ると崩れちゃうんですけど。よし、とりあえず、バケツはちょっとこの辺に置いておいて、あとは、どこから始めようかな。あ、なんかペットボトルが置いてある。なんてこった。何から始めたらいいんだろう。うわ、汚れてるじゃーん。柱。柱、大丈夫。あ、ちょっと黒いところがまだありましたね。壁が、ちょっと、ここのエリアは汚れています。よし、じゃあ、綺麗にしていきます。まず、これが一番、時間かかると思うので、あれ？なんか、ちょいちょい汚れてるな。なんだろうこれ。どっかがまだ汚れてて、足跡が、それでついちゃうのかな。ここってわけでもないだろうし。うん。このロボットとかどうしようか。触ると崩れ去っちゃうんですけど。ダランとなっちゃうっていうか。607点か。それか、あ、間違えた。なんかピョンって飛んできたけど。いらないもの出してしまった。明かりはいいんですけど、これですよね。これ何個かいるんですよね。これ連続して出しても大丈夫か？よっ。あ、すごい雑に扱われてる。ここ綺麗ですよね。なんか足跡がちょっとなんかポロポロって増えてて、怖いっちゃ怖いんですけど、違う誰かがっていう。メディキットはこれ出しておきましょう、いっぱい。これどうかな？ゴミ箱の箱に入れて回るっていうのを、ちょっと考えたんですけど、この中に、メディキット入れて、回るっていう。取り出せるかな？ここ、入るのは入ると思うんですよね。あ、入んない？入る入る。ここに入れて、行こうぜ。よっ。でも3つぐらいは入りそう。まあ、3つ入るだけでも。あと一個入ってほしいな。あと一個入ってくれたら、あ、なんか入ってる入ってる。入ってるってことにしよう。で、どこに、あ、落ちた。まずは、メディキットを入れなきゃいけないところは、ここ大丈夫か？あ、あるある。一つ発見。一つ取り出します。あ、いい感じ。これはちょっとだけ、効率的になるぞ。ピピ。よし。次次。こんな感じで、エリアを回っていけばなんか、いいんじゃないかなと思ったりしたんですけど、空いたから入れるよ。よっ。おっ、あっ、いい感じに今入った。スポッて。40、39、30、25。スコアです。スコアを今読んでるんですけど。7、6、5、4、3、2、1、0。あっ、マイナスあるわ。
はい、ということでマイナスがあったみたいなんで、心新たに頑張っていきたいと思います。汚れてんなここまだ。よいしょ。で、メディキット確かこの部屋にも絶対にあったと思うんですけど、あれどこだったっけな、あ、忘れちゃった。あれ、どっかに絶対あったぞ。ありました、ありました。ここです、ここです。よっ。よし、入った。うん。汚れは多分ないはず。で、これ持って、また違うエリアに行きます。多分トイレとか会議室にもありましたよね。あと廊下にも時々。あ、トイレにある。よし。これ、地味だな。ピピ。あ、そういえばアタッシュケースのことも忘れてたな。ちょっとゴミを。うわ、ここも。アタッシュケースをゴミとして見るならば、ちょっとこれ入れておかないと、入れておくっていうか、どっかに戻しておかないとまずいですね。よいしょ。あー、ガトリングは一番最後だな。それは間違いない。よし。一個取り出してくれ。取り出せない。どうした？荒ぶってる。よし。でもこの箱に入れて、メディキット運ぶ作戦はかなり素晴らしい作戦な気がします。明暗でしたね。うわー、これマイナスがどんどん増えていくのつらいなー。あ、ここにもあるよ。出してくれ。よし、ダイナミックな出し方。あ、待って、一部屋に1個あんのかな。なんかこういう大きい部屋には2つとかじゃなくって、ってことはこっちにもあったっけ。あ、ありますね。あ、ついでにカバン持ってこ。どうせ捨てるし。よし。これ、入る、こう、こういう風に縦になってくれたら嬉しいんですけどね。こう、スポッと入りそうなもんですけど。入らないか。こんなことしてたら、時間が、いや、なでなで、なでなでじゃなくて。このエリアメディキット、なかったか。じゃあ、あと1個かな。多分あと1個で、うん、いいみたいです。出してくれ。ここ出せば、医療パックは大丈夫ですね。いやー、このガトリング本当にうるせえな。それじゃあ医療パックも全部入れたので、あとはちょっとこれやっていきたいと思います。いやー、これ長い戦いになるぞこれ。至る所やりますからねこれ。でもまあ仕方ないですよね。ちょっとやっていきたいと思います。あー、なんかまた足跡がついてる。おかしいな。だいたいほとんどの弾の跡は消したと思います。なのでちょっと見ていきたいと思ってます。最初のエリアですね。綺麗で、ここのホール受付みたいなところも綺麗だと思います。うん、新築感出てるよ。ここも廊下もね、かなり綺麗になりました。ツヤツヤですね、すべてが。いやー綺麗。多分残してるところはないと思うけど、どうだろう。あとはガトリングですよね。それの取り付け作業が残ってるぐらいで、トイレもピカピカ。こんなトイレだったら使いやすいみたいなトイレですけど、でもちょっと便器低いか。なんでこんな低いんだ。ちょっと便座の位置低くないですかこれ。まあよくわかりませんけど、なんか宇宙事情が関係してるのかもしれません。で、この一番広い研究所みたいなロボット置き場みたいなところも、綺麗です。あ、USB がちょっと落ちてるけど。うん、弾の跡はないですよね。今ちょっと紹介があってら最後の見回りをしてるんですけど。で、この時点で、パフォーマンス見てみると、92%! よし！キープワーキング。